見事な修復だ。だがこれで。アリーシャ！スレイ！こんなところで！ライラ様たちも？もちろんですわ。見えないのが寂しいけど。それが普通だろ。どうも。ロゼーだったね。王宮に出入りしていた赤霊の羽の。ちゃんと話すのは初めてですね、アリーシャ姫。アリーシャで構わないよ。ロゼは俺を助けてくれてるんだ。獣士として。大丈夫、どこも悪くないよ。そうか、スレイの成長もあるだろうが、きっとロゼの力が優れているのだろうな。なんかすごい褒められた。スレイに似ているからかな。それは褒められたのか微妙。確かにこれはすまない。ちょ、そこで謝る？スレイ、おしゃべりもいいけど、ここに来た目的。そうだった、アリーシャに聞きたいことがあるんだ。試練の神殿か。心当たりある？それかどうかはわからないが、先日レイクピロー高地で遺跡が発見されたと報告があった。軍の機密になっていて、詳しい場所はわからないが、入り口は巧妙に隠されているらしい。マルトラン先生が調査に向かったところだ。マルトランさんが？発見のきっかけは盗掘団の逮捕でね。彼らは何本かの名刀を持ち帰っていた。それを知った軍は探索で戦力が強化できると考えたのだ。つまり戦争のため。そうだ。アリーシャ様、隊長が報告あまたかと。失礼した、今行く。すまないが仕事の途中なのだ。ぜひまたレディレイクに寄ってくれ。無事に試練を超えられるよう祈っているよ。うん、じゃあまた。受けたまわりました。上層部にもそのように。見ての通りだよ、橋の視察を命じられたんだ。嫌がらせだね、アリーシャ。大丈夫だ、マルトラン先生も助けてくれるし、まだまだ私は。なんか無理してない？ロゼさん、ごめん、私が言うことじゃなかったね。いや、その通りなのだろう。いくら気を張ったところで戦争は止められない。毎日逃げたいと思っているよ。でもその度に足を止めるんだ。騎士は守る者のために強くあれ、民のために優しくあれ。先生が教えてくれた言葉が。それが矜持なんだね、アリーシャの。意地っ張りなだけかもしれないが。なら、ミクリオと似てるかもね。それは褒められた気が。僕をオチに使わないでくれ。さて、私は行くよ。みんな元気で。アリーシャも。またね。アリーシャも一緒に行きたいんじゃないかな、本当は。え？なんとなくそう思って。ねえ、前はアリーシャがスレイの獣士だったんだよね。なんで別れちゃったわけ？別れたっていうか、アリーシャには夢があって。行きたかったのは本当だと思うけど、アリーシャの霊能力は特別というほどじゃなかったから。反動で見えなくなってしまったんだ。スレイさんの目が
そっか、それで今はまさか隠してないよね。なんともないよ。本当に本当、カムイカまで可能にするロゼさんの霊能力は同志に匹敵するほどですから。そうなんだ、私自分の霊能力に感謝しないとね。うん、感謝。ねえ、アリーシャと旅してた時ってみんなどんな感じだったわけ？少なくともツッコミ疲れはしなかったね。え？ライラが口を聞かなかったってこと？誰かロゼさんに鏡を。これで仕上げだ。もしかして天族かな。気になるね。霊能力者が目撃したのかも。話の続き教えて。はい、融合結果は同一スロットの間で決定しますので、3種類の組み合わせだけ覚えればよいのですが、スロット1はそのままですが、これは同じスキル同士ならそのスキルというルールによるものです。他のスロットでも同一スキルならそうなるわけだ。両方空きでもそのルールで空きになると、片方が空いている場合、これは埋まっている方のスキルになります。これも明快ですわね。肝は最後の両方に別のスキルがある場合か。はい、この場合一時的に封印された状態になりますが、この時点でスキルは決定されています。この封印を解く方法がって、あらまあ、
準備はできてるよ。ステージ管理を超えた。姿へ戻れ。マインドステージ管理を超えた。しか眠ってくれ。片付け。あらやに果てよ。断月流かわせ。音を立てずに着替えもできるよ。私も見習う。なんだこいつらは。今日もファントムに死してなお汚れに囚われたものですわ。そうだった。マイムーシューマグラカンニング。水こぼし。ライダー。ライダー。キルキル。自治戦隊だわ。焼き焦がせ。リバイのヒート。ライダー発進。将来スキンテントップ。まずは全部、まずは状態異常にすべきです。封刃将来。まずは電車全部熱戦。おぎゅう霊剣共犯。おぎゅう熱戦。残り体力を気にしろ。モビュール攻撃。まずは電光アリュールメロン。一瞬将来我が剣は一瞬。赤き豪華に入るせよ。ブランドエイム一点突破。まずは電光一刀払う。アリュールメロン。グラビトリガー。ハグはエンダー。まずは電光アリュールメロン。アクリルメロン。まずは電光ハグはエンダー。ペニーの衝撃。ハユルレモン。ハグはエンダー。一刀破裂。今ピンチ中。一点突破。エンブ熱戦。一度お下がりください。それハグはエンダー。一刀破裂。ハユルレモン。ハグはエンダー。一刀破裂。エンブ熱戦。再現が癒しの力へ。一点突破。一刀破裂。アユルエン。それでも私たちは生き抜く。ライラー、死してなお汚れに囚われたものってどういう意味なんだ。人も天族も、いえ、全ての生命の本質はその体に宿る魂にあります。ファントムはその魂自体が汚れ氷魔化してしまったものです。待ってくれ。つまり浄化しても元の人間に戻らないってことか。はい、すでに死んでいるのですから。ですが払わなければ魂は汚れに侵されたまま永遠にさまよい続けることになります。氷魔として人を襲いながら彼らを救う方法なんだね、浄化は。はい、分かった。だったら俺は